左手前側のチップがフラッシュメモリで右奥にあるのはマイクロコントローラであるフラッシュメモリはヘッドでホットエレクトロンを浮遊ゲートに注入してデータ記録を行う不揮発性メモリである東芝のマスオカフジが発明した発表に際し消去がパッと一括してできる機能から写真のフラッシュの印象でフラッシュメモリと命名したフラッシュ E プロムや フラッシュロムとも呼ばれている。各ビットの記憶セルの基本的な構造としてはある。種の E プロムであるが、複数ビットからなるブロック内で、押し流すようなメカニズムと、読み書き可能な単位と速度が扱いやすい程度である、ことが特徴である。冬ゲートとシリコン基板間のゲート絶縁膜が、極めて薄くなっている。主要な種別は難度型フラッシュメモリと、ノア型フラッシュメモリの2種である。 それぞれの基本的な特徴は次の通り。難度型のア型応用分野等書き込みが、ブロック単位であることはどちらも共通である。歴史的には、最初のフラッシュメモリとして発明されたのはノア型で、続いて、難度型が発明された。いずれの発明も当時、東芝のマスオカ・フによる。普及については、主としてインテルによりのア型が先行して市場に広がった。 現在の大手メーカーは、ランド型が、キオクシアと、サンディスクと、サムスン、ノア型が、マイクロンとスパンションが挙げられる。ノア型は、マイコン応用機器のシステムメモリに適しており、従来から使用されていたロムを置き換えた。ロムの交換で行われていたファームウェアの更新も、製品の筐体を開けることなく容易に行えるようになっている。 難度型はデータストレージ用に適している。携帯電話、デジタルカメラ、デジタルオーディオプレイヤーなどの記憶媒体として広く普及しており、それによって価格も低下している。初期のフラッシュメモリは1セルあたりのビット数が1ビットであったため、大容量化すると台のサイズが大きくなり、うどまりも低下した。そこで1セルあたりのビット数を増やすため、 フローティングゲートに入れる電子の数を制御し、また読み出すときには、ゲートに入った電荷に依存して、ゲート下へ電流を流すための電圧が変わる現象を利用することで、1セルあたり4段階の電圧レベルを用いて2ビットの容量を実現したものが考案され、これをマルチレベルセルと呼ぶ。従来の1セルあたり1ビットのものは、シングルレベルセルと呼ぶようになった。セル数が同じ場合、 1>, 1セルあたり2ビットの MLC は SLC の2倍の容量になる。3ビットならば SLC の3倍になり、4ビットならば SLC の4倍になる。業界の慣例としてそれぞれトリプルレベルセル、クアドラプルレベルセルと呼ばれている。SLC の有意な点は速度、書き換え可能回数の面である。これは VTH の多段判定が不要などによる。 MLC-TLC は書き換え回数を減るにつれ、中間の日の差が小さくなり、ここでの誤りがエラーの原因になる。MLC-TLC の優位な点は大容量化である。2019年現在では、各社から大容量の SSD が低価格で販売されており、HDD からの完全な乾燥もその速度を考えれば十分値段に見合うものになっている。消去。 書き込みのために VPP として別電源が必要なものと単一電源で動作するものがある。単電源系はチャージュポンプなどの小圧回路を内蔵している。最近では低容量のロム等には 3.3V 単電源のもの、携帯電話のロム用途には 1.8V 単電源、またはコア 1.8Vi、O3.3V のものが多く使われている。 フローティングゲートに充電した電子によって情報を記憶するという構造のために書き込まれたデータの保持期間は有限である。メーカーの交渉値では書き換えによって劣化していない状態で数年、5年10年、書き換え限度まで達した状態から1年となっている。これは環境の影響を受け、高温や放射線のあたる環境下においてはソフトエラーが発生して保持期間は 通常よりも短くなる。ノア型であれば、一般に20年程度の保持期間を持ち、BIOS などのファームウェアに使われている。ただし、初期のフラッシュメモリ製品はすでに20年以上が経過しており、保持期間が有限であることに変わりはない。なお、これらの保持期間は最後に書き込んで、以降の時間を示す。フラッシュメモリの記憶阻止は、動作原理上絶縁体となる。 酸化膜が貫通する電子によって劣化するため、消去、書き込み可能回数が限られており、記憶素子単体の書き換え寿命は短命なものでは、数百回が限界、長くても数万回程度である。ノア型よりも、難度型の方が劣化が激しい。この記憶素子をそのまま記憶装置として使う場合、書き込みが特定ブロックに偏るため、未使用の記憶素子がある一方で、 特定の記憶素子だけが劣化によって寿命が尽きるという状況が発生する。現状の製品では書き込みの偏り対策としてコントローラーを搭載して消去、書き込みが特定ブロックに集中しないようにウェアレベリングをしている。これにより書き換え寿命は論理的には伸びる。正確な計算方法はメーカーによって複数あり、例えば製品の最大容量と書き換え可能な領域、 等によって寿命は変わってくる。書き込み可能回数を超えると、ストレージとして認識することができなくなったり、正常な記録ができなくなったり、正常に記録することができたとしても、記録内容を維持することができず、記録した内容が壊れたり消えてしまったりする確率が上昇する。インテルの研究によれば、63ナノメートルから72ナノメートルのプロセスルールで製造された。 MLC 方式難度フラッシュメモリ8、ギガビットチップの場合、1万回の書き換えで、エラーの起きる確率が1ビットあたり100万分の、1から1000万分の1程度である。フラッシュメモリは、半導体製品であり、電子回路の構成部品として、回路基板上に実装された形で製品化されている、ものが大半である。電子回路であるがゆえにフラッシュメモリそのものの、故障以外に、 電子回路の他の部品の故障の影響で使用不能に陥ることもある。パソコン用デバイスとしてのフラッシュメモリは当初ユーザーの操作で書き換え可能なバイオスを持ったマザーボードへの利用など表面に出ない用途だった。やがて USB メモリなどによるフロッピーディスクの代替としての利用が始まり、書き換えに対する耐久性の向上、大容量化低価格化 高速化が進み、徐々に大容量記憶装置としての役割を担うようになっていった。2004年には、小容量ながらパソコンに内蔵して、ハードディスク同様ドライブとして使用できるソリッドステートドライブが登場。自作派のユーザーたちに浸透していった。2006年には、HDD を搭載しないで SSD を搭載するメーカー製小型ノートパソコンが登場した。 2007年発売の Windows Vista からは USB メモリを HDD のキャッシュメモリとして使用する Windows レディブスト機能2009年発売の Windows 7からは SSD は HDD とは別の種類のデバイスとしてサポートされるようになっている。ノートパソコンには機器の小型化及び軽量化、省電力化、衝撃に対する強さが要求される。 フラッシュメモリはハードディスクと比較して、これらの要素で優れており、さらに物理的な動作がないので静音化ができ、また高速にアクセスできるという利点も持つ。ただし低価格化が進んだとはいえ、容量単価の点では依然として、ハードディスクが有利であり、フラッシュメモリ搭載ノートパソコンは、ハードディスク搭載モデルと比較して割高な価格設定になりやすいが、2019年現在、 その物理的に可動部がないことによる対衝撃性と HDD に比べ圧倒的な速度性能を考慮すれば十分考慮できる価格帯まで落ち着いている。過去の経緯により一般的にノア型は SRM インターフェース、難度型は DRAM インターフェースである。また、組み込みシステム等の分野では IC 等のシリアルバスを採用した素子も用いられている。主として、 何度型で補助記憶装置としてパッケージされている商品の例を挙げる。これらのような商品の他に、フュージョンイオのイオドライブのように、フラッシュメモリの性能を最大限に発揮するようデザインされた製品などもある。2005年あたりまで、フラッシュメモリはハードディスクや光ディスクの容量単価とは比べ物にならないほど高額であり、この点がユーザーにとって大きな欠点であった。 しかし2006年頃になるとフラッシュメモリの価格が大幅にかつ急速に下落してゆき価格的な欠点はだんだんと和らいでいった。これはフラッシュメモリ製造会社が一斉に増産したためであった。それでもなおフラッシュメモリの容量単価はハードディスクや光ディスクを抜き去るほどには低下していない。この急激な価格低下は フラッシュメモリ製造メーカーの経営に大きな打撃をもたらし、大手の東芝も打撃を受けていると報じられた。また、フラッシュメモリ専業大手のスパンションは、価格下落と、世界的な景気の低迷の影響もあって採算が悪化、会社構成法の適用を申請した。 h t t p w w w t a k e d a f o u n t a t i o n j p r e p o r t s p d f a n t 0 1 0 4 p d f 構造からは、押し流す、イコール、フラッシュという漢字だが、交渉はフラッシュである。フラッシュメモリー編、長期間放置すると、 セル内の情報が消えるデータ消失の謎から PC オンラインハット福田明のセミコン業界最前線なんとフラッシュメモリの信頼性を保つ技術 PC ウォッチ100年持たせるデータ保存術フラッシュメモリー長期間の放置でデータが消える板たプロハット EM2008 フラッシュメモリにも中性視線ソフトエラーが発生 AB ノアフラッシュファクスクバ222273サイプレスデベロッパーコミュニティサイプレス2018年6月7日閲覧マムコン東京2007レポートインプレスウォッチ PC ウォッチ2013年3月5日閲覧製品やメーカーによってはメモリセル単体の寿命を1万回や10万回程度の保証としている ハット SSD の耐久性ヒューリットパッカード、寿命を迎えた、フラッシュメモリのレポート、USB メモリの書き換え限界寿命が来ると何が起きるのか、実際に寿命が来たケースを、レポートギガジネハットインテルとミクロンが、マルチレベルナンドフラッシュの不良を解析、PC ウォッチ、ハットメモリーカードの価格が大暴落中。オールアバウト東芝。 300億円の営業赤字に8年中間決算47ニュース、東芝、南度フラッシュメモリの赤字は、通期で390億円日経 BP テチョン、ハットフラッシュメモリー製造米国ナスダック上場、スパンションインク、子会社スパンション、ジャパン株式会社会社構成法の適用を、申請負債741億円帝国、データバンク。ありがとうございます。